それでは、スタートペーパーですうなんか結構みんな舐めてるんですよ <laughs> 僕も4年間ぐらい食品工場の現場で働いてましたブルーカラーの現場のオペレーションをこう回していくと毎日毎日こうペーパーワークやるんですけどぶっちゃけその現場仕事って正直面白くなくて優秀な順番になんか,分かってがやめていく現場だと一番使われてるインターフェースなんですよ紙がそれを 代替できる可能性ってものすごくて実はめちゃくちゃ大きな価値を出せるということで僕たちは気づいてブルーカラーの人たちの働き方を IT の力で変えたいというこの IVS からブルーカラーの変革は始まりますこんにちは神梨の諸岡です私たちは現場向けのホリゾンタルサースを提供しています さて、皆さんは令和の現場がどんな状態かご存知でしょうかまずは紙なしを使う前の状態を見てみましょう。この現場では毎日300台を超える機械のチェックを、紙に丸をつけるという方法で行っていました。なんと、このチェックだけで1日200枚の記録が発生。管理者は全てを目視で確認し、承認をさなければなりません。その結果、丸をつけるだけのチェックは形外化し、 ミスが多発。管理者はスタッフの指導に追われていました。一方、事務所では紙の情報をエクセルに転記し、報告書を作っています。現場情報を可視化するためには、こんな無駄な作業が必要になります。記録し、確認し、可視化して、問題があれば口頭で指導する。このように、現場の業務フローは全て人力で行われています。これが令和の現場の実態なんです。 そんな毎日にやけがさした現場責任者は、ついに、紙なしの導入を決めました。早速、使ってみましょう。紙なしはノーコードツールです。ユーザーはパーツを自由に組み合わせ、オリジナルの現場管理アプリを作成していきます。直感的な操作で、IT 部門に頼ることなく、現場のリーダーや係長が自らの手で、アプリを作成することができます。さて、 機械のチェックアプリができたようです。早速、現場で使ってみましょう。もし、作業に逸脱があれば、このようにアラートを出し、修正方法を提示。管理者がいなくても、アプリが作業をナビゲートし、ミスを未然に防ぐことができます。もちろん、管理サイドのコストも激減します。200枚もあった記録の承認作業も、わずか3クリックで完了。また、 これまで Excel に転記して行っていたレポートは、紙出し上で自動作成することが可能です。その結果、以前は月120件発生していたミスは、わずか2件まで減少。書類の確認作業は97.5%も減らすことができました。料金設定です。アカウント数課金で月額6万円から利用することが可能です。現在の ARP は7万円ほどですが、上位プランを設定したことで、 来月以降の新規受注では9万円まで上昇しています。続いてトラクションです。有効問い合わせ件数は順調に伸び続け、先月170件を超えました。それに伴い、リリース後わずか5か月で MRR300 万円を突破。中小、中堅、大手企業へバランスよく導入が進んでいます。そして私たちのアプリは、デイリーでのアクティブ率が90%あります。 一度業務に導入いただくと、ほぼ毎日使っていただける、そんな剥がしにくいサービスになっています。上梨は工場向けの専用ソリューションではありません。ご覧いただいているように、さまざまなユースケースで利用することが可能です。実際に上梨は12の業界で契約を獲得しています。例えば、全国規模の飲食チェーンでは店舗の衛生管理、大手物流企業では車両点検、 警備会社では従業員に対する業務監査などで活用いただいています。私たちのターゲットは現場を持つ企業150万社です。そこにはまだ誰も手をつけていない IT 未開拓の巨大なマーケットが広がっています。フューチャープランです。私たちは現場において業務フローの起点である紙を大量に抑え、それらをデータに変えていきます。 そこから生まれる二つの構想についてお伝えします。一つ目は、会社間を超えた現場情報の共有です。これまでは企業間を超えて現場の情報を共有するのは非常に手間のかかるものでした。一度紙をデータ化しないと情報,情報共有することができなかったんです。私たちはこれを紙なし上で行えるようにします。企業間をまたいだ作業記録の提出や指示出し、 作業進捗の管理まで全てがクラウド上で完結します。実際にある大手小売りのサプライチェーンで紙なしを導入するプロジェクトが具体化しています。すでにサプライヤー側の20工場に導入され、店舗側でも優勝契約が決まっています。この現場情報共有モデルは横展開することが可能です。現在複数の大手企業から引き合いをいただいています。二つ目は、 紙なしのプラットフォーム化です。僕たちのアプリは、紙を代替することで、業務上必ず使われるマストハブのポジションを抑えることができます。これはデータからも明らかです。誰よりも多い作業者へのタッチポイントを活かし、将来的には様々な業務アプリケーションのハブになりたいと考えています。今後、自ら周辺領域のアプリケーションを開発したり、既存プレイヤーとの連携を進めていきたいと考えています。 最後に、私は起業前の4年間現場で働き、身をもってその非効率さを体感してきました。そんな自分だからこそ作ることができた、この紙無しというプロダクトで、アナログな現場を必ず変えていきます。ノーコードで現場をデジタル化する紙無しでした。